今日は久々に指示をやりたいなと思います。ちょっと今ねリベラ食ってます。さあ早速やっていきますかね。超久々なんだけど、もう早速もうカジュアルやっちゃうよ。もうワンプレイ目から。あ、シージどんなゲームか知らない。了解。知らない人のためにいろいろね説明しながらやっていきたいと思います。まあなんていうんですかね、簡単に言うと防衛と攻撃っていう2チームがまずあるんですよね。5対5の対人、FPS ゲームですね。これ一応ノラとやってます今。敵味方、これ今からね、防衛ですね。エリアを確保し、エリアを確保ね。エリアを確保すれば OK です。この、これは。あ、違う。これじゃない。ほら。これで、補強していく感じですね。はい、これ、有刺鉄線ってやつね。ここ通ったら、サラサラサラってなるんですね。ここ通ったら、サラサラサラって音聞けるっていうやつね。ここにも置きますね。ここを押して、あ、これね。あ、なんか、ラジコンみたいなやつ置きましたね。これが、あれだ。ドローンってやつですね。で、ここを歩くとサラサラサラって言いますね。でよ、で、ここにね、このうろちょろしてるやつあるじゃないですか。これつけたんですけど、これで敵、ここからグレを投げてもこいつがペッとね、こう捉えてペッとこう消してくれるっていう、すごいやつなんですよ。で、今攻めてきてますね。攻撃のやつが攻めてきております。はい、来ておりますね。もう早速ね、あれを変える。1人残っている。はい、これね、防衛完了でございます。防衛から今攻撃に変わりました。攻撃になります。 Understand?今私が使っているのがドローンって言います。はい、これ敵陣に乗りましたね。敵陣ですね。敵陣でこれでスキャンしました。はいはいで、はい、これですね。これ爆弾っていうものがございますので、ね、爆弾というもの、これで壊れました。自分のドローンが、これドローン取られました。取られたじゃない、壊れました。これがラペリングですね。こうやって上がって中にシュンと入りますね。オペレーターね、いろいろあります。オペレーター、これスモークって言って、煙でバーってこうガスでバーってやるやつですね。で、これスキム取ってきて、このなんていうの、ドローンってやつに敵のドローンをこうショートさせるみたいな感じですね。私がよく使うオペレーターは、まず攻撃だったらアッシュ、あと10秒。なんで閉じ、ちょっと待ってもう。さあ、そしたらじゃあ次はバンディット使おうかな。バンディットの説明していこう。さあ、バンディットの説明していこう。これからバンディットの説明をしていくよ。とりあえずまず補強をしていこう。まず補強することが大事だ。補強してから、説明していくよ。さあ、まずバンディットっていうものはですね、こちら、補強鍋という、補強鍋じゃない、補強壁というね、鉄製のものがありますね。こちらにですね、ショックワイヤーというものをつけます。ショックワイヤーというものをつけますね。そうするとですね、目の前がボンね、バリバリーってなんですよね。バリバリーってなるんで、それをこう設置するとですね、敵がこう近づくとですね、ダメージが食らうという感じでございます。はい、ダメージが食らうという感じですね、これね。はい、こんな感じでですね、補強していく、補強壁に対して、こうやってね、はい、こうやって電気が通せると。次はパルスの、説明をしていきたいと思いますね。それでは、パルスの説明をしていくぜ。まずは補強していくから、ちょっと待ってね。パルスというものはですね、パルスというものはですね、敵をこうしてこうやって心拍センサーという、心臓を捉える、敵の心臓を捉える、心拍を捉えるセンサーを持って
敵の場所をこう探すっていうオペレーターでございます。半分チーターですね。はい、まず毒の説明をする前に補強していきたいと思います。毒という役職は仲間をこうして回復させることができます。それは多分、そして自分に対して自分に対してどうやってさあ、モンターニをつけていきます。モンターニという、オペレーターは縦オペでございます。縦を使うオペレーターでございます。こうして敵に遭遇してもすぐにはやられないという感じでございます。あ、スモークだけはやめてほしい。このエコーという、オペレーターはですね、ホバリングドローンというドローンを使って敵を目くらましにさせる特殊能力がある。これを使うことによって敵をめくらましにさせるという能力を持っています。半分チーターですねこれね。さあ、それではアッシュというオペレーターを使っていきたい。こうしてこうだ。ミュートという、あれはこれは敵のドローンとかをなんか電子機器をこうショートさせるあれだ。さあ、それでは IQ を説明していくぞ。お前ら見ておくんだな。IQ というアペレットはな、こうしてこうだ。さあ、それではグラズを説明していくぞ。グラズはまずこうしていくとこうなる。グラズは敵を黄色にすることができる。ストレッチマンのようにな。カプカンというオペレーターを説明していくぞ。カプカンというオペレーターはドアのとこにこうしてルービートラップという罠を仕掛けることができる。罠を仕掛けることができる。キャナイキャナイやるキャナイ。シューズというオペレーターだな。こうやってこうだ。味方は残り一人だ。マジ？キャッスルという役職を教えてやろう。キャッスルという役職はだな。こうしてこうだ。扉はバリケードで固めたぞ。こうするとこうするとこうなるだ。普通だったらこうだがこうだ。さあ、ジャッカルについて説明していこう。ジャッカルというのはな、足跡を敵の足跡をジャックすることです。すごく、もう半分チーターですね。ついでにカベーラも教えてやろう。カベーラというものだな、こうして身を潜むことができる。足音がなくせることができる。半分チートのやつだ。半分チートだ。こうしてこうだ。そして尋問することだってできるぞ。ダチャンカというものはだな。こうしてこうだ。ここでダチャンカの出番だな。さあ、行くぞ。ダチャンカ。こちらの勝利だ。敵は排除した。やった。これがタチャンカの力だ。覚えちゃったか。スレッジという役職を教えてやろう。スレッジという役職がな、敵部隊を排除した。これちょっと近所迷惑になるかな。さすがにこれやばいよね。マジでキモいんだけど。